皆様こんにちは今ご紹介に預かりました友松芳子と申します、えー、今日は皆様に焼酎院店に来ていただいてプラスアルファえ奈良の素敵な場所っていうのをご紹介させていただきますちょっと今日はね詰め込みすぎましたのでもうサクサクと参りますよろしくお願いいたします、はいえー、まず一番最初なんですけれども海流王子というお寺です こちらのお寺といいますのは光明皇后ゆかりのお寺そして正武天のゆかりのお寺でもあります一番最初710年平城京遷都された折にここには飛鳥時代からすでにお寺があったんですそれを藤原那夫人がお寺を壊さないで自分の邸宅の中に取り込んだというお寺なんです えそして藤原富人が亡くなった後に娘の光明皇后がこの地に皇后宮を建てましたえそしてその皇后宮の隅っこにあったということから「隅寺隅院」と呼ばれたということが諸日本儀の中に書かれておりますさあこちらでねちょっと東に棒王子の秘密ということで。 皆様に、えー、平城京って言いますのは東西に流れる道を城南北に流れる道を坊と言って5番の目の目ように区画されておりました、えー、そしてなんとこちらですね見ていただきますと東に坊王子というところこの道が、えー、ちょうど藤原富人の邸宅のところで、えー、かっくんと東側に少しだけずれております。 これがなんとちょうど今のが海流王子を壊さないためになんとその道自体をずらしてしまったという道になっておりますですからねもし皆様こちらにお連れするんでしたらこの道今もカックンと曲がってるのが分かりますからここですよってね絶対ご案内したい場所の一つですさあそしてこちらはその後になりましてこの墨寺 奈良時代の有名な元宝という、えー、お坊さんが当よりお経を5,000冠持って帰ってきたんですちょうど先ほどね見、えー、本先生おっしゃいました正午像の中に5,000冠入っているそれぐらいのお経を持ち帰ってきたんですね、えー、その功によりまして元宝、えー、はこの墨寺の住職になります。 そしてこの帰ってくる時にものすごい嵐になったんですね、えー、その時に一生懸命海流王郷を唱えて無事に帰ってくることができたということで、えー、検討しに行く人のためにこちら一生懸命海流王郷を唱えたんです、えー、そしてそれによりまして聖武天皇から「海流王子」という名前を賜ります、えー、そしてなんと聖武天皇が書かれたあ、まあ、聖武天皇の書によると「伝わる」 伝わる額が残っております、えー、ですから、ね、ぜひお尋ねいただきたいなと思いますそして特別登場といたしまして、えー、こちらのご本尊様お写真をお借りしてまいりましたご本尊は十一面観音菩薩様、えー、これがなんと奈良時代に光明皇后が自ら刻まれた像を元にして、えー、鎌倉時代啓派の物資によって刻まれたものと言われています そしてこちらは、なんと昭和28年まで秘仏だったことからなんとこの彩色が。 ものすごく美しく残っております。え、こう金剛ねと言いますね。あの金を使った細工も本当に美しく残っております。で、こちらはあの日頃秘仏と言いますが、お寿司の中に入られていてミスがかけられているんですが、えちょうどこの消草院の期間、10月25日から11月13日までそのミスも取られます。でもすごく美しい仏様ですので、私は海竜王子の王子様っていうようにね、勝手に呼んで。 おりますそしてその隣にいらっしゃる方っていますのが文殊菩薩様ですこちらは鎌倉時代こちらも運慶が作ったと伝わる像ですね左の手に蓮の花を持っていてその上にお経を載せておられますそして珍しいことに石という靴を履いていらっしゃる とても写実的に作られておりましてお袖のところにこう風を皆さん感じませんか、ね、こういう仏様も間近で、ね、見ていただくことができます。そしてこちらの場合ですね えこちら50度小塔っていいますのが国宝です高さが4 0 1メートルえー、そして内部と外部が本当あの組物までもすごく忠実に作られているものです奈良時代に作られたも、えー、そして初層のところなんですがここだけが省略されております。ということでえここの中には経典。 またはぶっしゃりを収めたのではないかというふうに言われております。そして帰りおじのご住職におっしゃるには、おお寺の中にすごく小さな如来様の像があるそうなんです。えですからもしかするとこの如来様をここの中に収めてたのではないかというふうにおっしゃっておられました。もしかしたらねこの期間にもしあのその如来様出遅されているかもしれません。えそして続きましてご紹介いたします。 はいこちらですね、えー、先ほどの、えー、っと改良寺そしてこの二重寺って言いますのは焦燥院殿に行く前または行った後えー、その日のうちにね回っていただける、えー、コースですね、えー、そしてこの二重寺っていうところが有原の成平のお寺になっております有原の成平と言いますともう伊勢物語のモデルとされるもう美男子 とね。枕詞に付くような方ですね。この方が実はあの天皇家の血筋の方です。平成天皇の孫にあたる方です。 さあこの平成天皇といいますと泣くようぐいす平安京でおなじみの桓武天皇の息子さんにあたる方ですえこの息子さんえ位を継いだんですが体があまり強くなかったことから奈良に移られますえ弟にね佐賀天皇に早々と位を譲って奈良に移られますえ奈良の水が良かったのか奈良の空気が良かったのかなんと元気になられたんですそこで何を考えた かと言いますとそうだもう一回天皇になろう と調査を考えたんですねでもそれをいち早く佐賀天皇に察知されてしまって失敗に終わりますそして平城京のこの場所のところに茅葺きの御殿を建ててお住まいになられますということでここは茅の御所と呼ばれていましたこの茅の御所を引き継いだのが平成天皇の息子の阿保親王とそして有原の成平。 なんですえー、そしてその後ア阿保ンのお父さんが亡くなった時に、えー、人命天皇お父さんのいとこにあたる方ですねこの方がここをお寺にするようにと言われて、えー、こちらをお寺に改めましたさて、えー、ちょうど10月の1日から11月の30日まで、えー、ここ特別会長としていたしまして美男子の在原の成平阿尊の画像が 出ます皆さんね今の男前と昔の男前ちょっと違うかなっていうのを確かめてきてください、えー、こちら時報特別展といたしまして、えー、こちらは工房大師様のお像っていうのが、えー、今年は出賃されますさあこちらなんですけれどもちょっと横を見ていただきますと、えー、なんか女性の方が お寿司の中に入っておられます何をされているかと言いますとえこちらのご本尊様正観音様、えっと、今年のね5月までえちょうど修復作業でお入りに なってたんですねえちょうど終えられてお寺に入られるというときに私ご一緒にお迎えさせていただきました今何をつけているかといいますと松観音様え頭のところに宝冠を、ね、えつけておられますこれが本当リボンみたいな、ね、あの形をしているので私はまたまた勝手にリボンちゃんというふうにこちら呼んでおります。えリボンちゃんなんなと 成平が自ら刻んだと言われております。ですからこの像は成平の理想の女性というふうに言われておりますね。えー、どうですか。もう卵型のお顔をされて色白で目が綺麗ながそして眉毛もとても美しい仏様なんですね。そしてなんとここからリボンちゃんの出生の秘密ということで。 はい、えー、リボンちゃんの出生の秘密なんですけれども、えー、二重寺の松観音様リボンちゃんは1 9 1チえー、そして文化庁が、えー、観音菩薩隆像っていうのすごくよく似た観音菩薩隆像っていうのを、えー、明治時代に奈良市の別のお寺にあってその後ちょっとかわいそうな身の上だった方を見つけ出しております。えー お買いあの買いいあの取られたんですねえそしてちょうど現在奈良国立博物館の仏像館のところでお預かりとなっておりますえこちらの不退寺の松観音様がちょうど修理っていうか修復を終えられた後に2つを並べてちょうどあの仏像館のところで展示されておりました。えちょっとねあの やっぱ不退時にずっといらした方っていうのは彩色がやっぱり残っておりますよそに出てしまった方っていうのはやっぱりちょっと管理が悪かったのが彩色がもう全然残っておりませんえそして皆さんお顔とか見てどうですか似てませんかちょっと微妙ですかあと,、えー、と腰のひねり具合が左右対称になっております、えー、ということでそしてね横からね並べてこう。 2つあのお写真撮ったのとかあったんですが見ると髪型まで本当にもうそっくりなんですね、えー、現在、えー、奈良国立博物館の方に確認いたしましたら正尊院展のこの期間も仏像館の方で、えー、こちらの、えー、観音様見ていただくことができますですから正尊院展に行かれてそして仏像館に行ってこちらの観音様をご覧になるそしてその姿を目に焼き付けてそのまま皆さん不退治に走ってください。そして この2つね似てるかなっていうのをねえ見ていただけたらなとちょっと空想していただけたらなというふうに思います。こちらの え仏様なんですが実は五大名王様という仏様がいらっしゃいます五大名王様え実は140センチから160センチぐらいあります奈良県内でえこの五村この大きさで残ってるというのがなんと実はこちらの二重寺だけですあと皆様仏像好きな方でしたらあのこの五大名王様と言いますと京都の東寺を 想像されるかなと思いますこちらの像って言いますのは本当に怖いお顔をされてる恐ろしいお顔をされてるんですがこちらの不退治の像は どうですかかかかななんんんいいお顔されていませんかなんか少年のようなお顔をされている、まあ、これは仏像的に言いますとちょっと時代が違うっていうのはあるんですけれどもすすごく優しいおお顔された大名様に会えるお寺です、えー、そしてじっくり見ていただきますと私もこの間ちょっと発見したんですがなんと金剛屋赦名妙王っていう方が剣を持ってるんですがその剣をあの横の顔の人の元取りのところに突き刺してるというねええー、みたいなのがあったので。 ちょっと皆さん実物で確かめていただけたらなと思います。さあ、こちらのお寺。ね、実はあの小さな池があります。そして、この池のところに周りに新緑の頃でしたら、ちょうど上のもみじが池に映り込んで、なんかま,まるでパラレルワールドみたいななって思いました。ですから、この秋の正倉院展の頃になりますと。とこれが。 色づいいてるかなどんな感じかなななどん感じととうことでね皆様の目で確かめていただけたらと思いますそして多宝塔なんですけれどもこちらが鎌倉時代の中期初層だけが残っているここの上のもみじっていうのもすごく美しくなっています。さあ続いて今度が 園長寺というお寺ですこちらちょっと有名かなと思うんですけれども、えー、ちょうど近鉄奈良駅 JR 奈良駅からバスで一本で行きますと言いましてもすごく時間かかってバスの本数も一時間に1本しかないんですねでも絶対にお尋ねいただきたいお寺です、えー、そしてやっぱり正尊院展ということでこちらが七百五十六年に正武打上天皇えー、そして後見天皇の直眼によって 作られたで作った方といいますのが唐の頃和尚といいまして、えー、元仁和尚と一緒に来た方というふうに言われておりますがこれはあくまでも自伝ということで、えー、実際に歴史的なことで残っているというのは1026年に明前少忍によって開かれたっていうのが史実として残っております。さこちらのねちょっと、えー、写真見ていただきましていかがですか。 炎上寺の提案え庭園。 平安時代のの浄土式と周遊式と庭園になっておりますえちょうどバスを降りられましてえ道路を渡って階段23段降りたところでちょうどこの景色がわーっと前に広がります。えこちらがと言いますかちょうどお彼岸頃ということでえこちらから見ていただきます詩眼えそして室町時代の楼門がありますのがあそこが阿弥陀様の世界。えどうぞ四眼に立ってて阿弥陀様のお浄土を見て 皆様のことを考えながらえ、こちら本堂の方に行っていただきたいなと思います。えー、こちらなんですけれども、阿弥陀様お写真お,お借りしてまいりました。上長様の仏様。 ということでこちらなんですけれども1112年に作られたものです参考で宇治の平等院っていうのは1053年に作られたものでそれの流れを色濃く引く阿弥陀様が祀られておりますどうですかお顔が 実はこの情緒洋って言いますのが尊養満月がごとしということで顔がもう本当満月のようにパンパンなお顔をされていますそして口元が上品というかちょっとおちょぼ口になっていてそして目がちょっとあの。 うつむき加減の目になっています、えー、そして首かからら肩にに流れる線線す、えー、すごく柔な、ね、なってていますそしてこの時代の仏様の特徴としましてはこの絵紋といいますねこの彫りっていうのがすごく浅くなっています、えー、そしてこの足です結果ふざされているこの足があの薄くなってるんですね薄くなっているこれが特徴です、えー、そしてこちらちょっと横から見てみます。 横から見たお姿もまたね素敵ですね、えー。こちらなんですがあの。 なんていう身が細く薄くなっているということでこちらといいますのは仏像の絵画化ということでこの仏像がバーンと出るのではなくてそのお堂,ぐらいお堂の中の飾りですね、聖言プラス柱などの聖言と合わせて一体化するようにあまり主張しないように作られております。ととといいうことでこでちら見ていただきますと えそうなんですこの柱のところに、えー、雷郷の25菩薩、えー、そしてね、火燎琳珂とかもこちらに描かれている、えー、これが本当に美しく残っているお寺です。えー、そしてここに行けばね、もうご存知もうすごく有名な方が作った仏像があります。 こちらが大日如来様平安時代末期に作られたものでこれが運慶が25歳頃に作った最初の作品。 っていうことがね。本当もう分かっておりますえ、こちらの台座のところから運慶の自筆によりますえ、作ったっていうものがねえ残っておりますえ、こちらなんですけれども、もえ10月、11月24日に注文を受けて11ヶ月で奉納したということまでえ細かく書かれています。そしてこちら側から見ていただきますと。え、真正面の像。 先ほどのね城長っていうのもすごく美しい仏様だったんですが美しすぎるがゆえに多くの人がもうそれをずっと真似て作るようになってマンネリ化してきたののが後の時代です。そしてそれを破るようにこの運慶が写実的なものを作りますそしてこの仏様なんですが美術史学者の山本勉先生という方が日本一美しい足の裏の仏様 時計というふうにおっしゃっています。ということで今までは多宝塔の中にいらっしゃったんですけれども、この双蓮というのができてからはもう180度横からもどこからでもこの第二如来様を見ることができます。もう私行きますとまず最初にちょっと背伸びして足の裏を見て、わあすごく本当に写実的で。プッ っくりした足されてますもう歩いたことないのかなっていうような足ですのでやっぱり皆さんどうですか自分で確かめたくなりましたかということで、えー、そしてこちらからなんですがここのお寺自体は大体もう1時間でもまあ見ていることができると思います、えー、そして1時間に1本ありますバスにお乗りいただきますとここからですね柳生の里に参ります。 さあ柳生の里っていうところなんですけれども、えー、こちら写真で見ていただいていかがですか内滝川というね川の横になんと柿の木がなってますよね東京の皆様でしたらこういう風景ってなかなか珍しいのではないでしょうかそうでもないですか。 柿の木がこうなっておりますでちょっとあの夢をつぶすようなんですがこの柿の木が、ね、のあの残っているっていうのは渋柿,渋柿なんですね。甘い柿でしたら鳥が食べてしまいますので多分これ残ってるのは渋柿だと思います。そして茶畑があってそしてこの内滝川をずっと下流の方に行きますとこんなね小さな滝これ本当道路のすぐ横ですのでね難なく見ていただくことができます。 さあこちらでさあ今回なぜこの柳生にスポットをあせ当てさせていただきいた,だいたかといいますとえ今年らしさを出してくださいというふうに、えー ご注文いただきました。え、そして、今の大河ドラマと言いますと、どうする？家康ということで、え、この柳生一族が豊臣家に関わっているということで、この柳生の里を紹介させていただくことにいたしました。え、ちょうど皆様、十兵衛杉というのが今見えております。この十兵衛杉なんですけれども、え、これがなんと、え、柳生十兵が。 諸国万有に行く前にご先祖様のお墓参りをした時にこの杉の木を植えたというふうに言われておりますこの木なんですけれども落雷に遭いまして今現在はこの白銀色に輝いた魚の骨のようになってるんですけれどももう本当にねこここれを見ると野球のシンボルだなっていうふうに私いつも思います。 えー、そしてこの柳生一族なんですけれども、えー、1601年に柳生宗則十兵衛のお父さんが徳川秀忠の,の兵法指南役となったことにより、えー、三千石の旗元となっております、えー、このね柳生十兵衛先ほどね「あの諸国万有」っていうふうにお伝えしたんですけれども、えー、これには二つ説がありまして一つが家光の怒りを買ったから。 というあのそれでちょっとあのぶーっと回られたという説ともう1つは、あの密目ですね、あのそこの各国、各国の、えー、諸行を見て回るようにという内密を受,け内を受けて回ったのではないかというふうにも言われております。でではこちらですね ではまず最初に今日は皆様に柳生の地図をお渡ししております。ちょっとこれもねちょっと合わせてみながらどんな感じかなと見てください。これマップで見ますとすごく広いように思うんですけれども1日もあ,ればありますとこれ全部回っていただくことができます。まず一番最初なんですけれどもこちらが野球陣やあと になりますこちらって言いますのが正木坂の上に陣屋が作られている誰が作ったかといいますとちょうど真ん中のところに丸いのが見えるこれが井戸なんですけれども実際この井戸まだ残っております水もね残ってるみたいなんですでこちらなんですがどちらかと言いますと仏道に近いぐらいのあの狭い 敷地なんですねお城がだから柳生一族は持っておりません。これがなぜかといいますと城府大名といいまして藩主が江戸にずっと詰めていて参勤交代とかでも国元に帰らなかったのでお城が作,作られておりません。ということでこちらは柳生の里っていうのは城下町としても発展しておりません。ななんかすすごく、ね、素朴なところです えー、そしてその次なんですけれども、えー、今度が7番の正木坂健全道場その少し上のところにありますのが法徳寺法徳禅寺。 というところですねえこちらなんですが実は、えー、十兵衛のおじいさんの柳生石朱祭が戦国時代にえこちら柿揚げ城山城としてしていたところなんですえそれに、えー、息子の、えー、と宗則ですね宗則がお父さんの供養のためにこちらをお寺に改めていますそして有名な拓庵禅寺を改ざ山としているお寺なんです。え皆さんちょっと見てていいいただかいいかがですか本当にこの野球の里 というところは紅葉が美しいところですでここ自体がやっぱりお城の跡っていうかかき揚げ城の跡だったということでえちょうどお寺のあるところがくるわになってたところなんです、ね、平たいところですですから横のところにこう楓の木がありますのでこの楓の木がもう真横に見えるが近いすごく近くね美しいのを見ることができるところがこちらですえそしてここの裏山のところに 野球一族のお墓がありますえちょうどね、えー、先ほどの十兵衛杉があったところあそこにもともとは野球一族のお墓があったんですけれどもえこちらのお寺を作ったときに全部移されてこちらにお寺移されております、えー、そしてこちらなんですけれども、えー、初代の胸のり そして、三、えー、吉十兵衛などのお墓があります。そして、すごくちょっと面白いお墓が一気あります。これ、皆さん、何かわかりますか、ね。お墓なんですが、あの、とっくりとおちょこの形をしています。こちらが八代藩主の息子の利近っていう人が。お酒がすごく好きだったということで、とっくり型の、えー、墓石になっております。 でも今80基ぐらいここにずっと並んでるんですけれどもあの裏の山に行くときにはちょっと周り暗いところを通るんですがここに行きますともうふわーっと開けてねほんと日当たりのいいところにもうみんな肩寄せてね80基みんな眠ってるんだなというふうに思いますさあそして続きましてこちらがねもうぜひぜひ訪れていただきたいパワースポットこちらですね、えー、ちょうど、えー マップの右側のところですね。 右側のところに2番の柳生の炭焼きっていうところの右側のところにありますこれ天の岩立神社っていうのがありますえこちらなんですがえちょうど天照大海守が天の岩戸の中にお隠れになった時に田らを飲み方という方がその扉をパッと開いたんですが手が滑ってそれが飛んでいってしまったそれの落ちたところがここだというふうに言われておりますということで 扉のような石がこうわーっとね立っているんです、ね、なんか中入っただけでわあすごいなーってで先ほどもちょっと思ったんですが私が横に立ってこれ写真撮ればこの大きさね皆さんにあの見,ていただかた見ていただけたなと思うんですがちょっと大きさ分からないんですが本当に大きいです、えー、そしてこの問だにっていうところなんですが柳生一族にとってはすごく神聖な場所ということでこの周りあの。 石がたくさんありますえこれが3123柱の神々がここの中にも宿るというふうに言われていますえそしてそこからちょっと奥に行っていただきますとありますのがこちらですね一等席ですこれとかテレビでご覧になった方はいらっしゃいませんかいらっしゃいませんかえこちらが実はね前8メートル奥が7メートルそして高さが2メートルもありますえ花崗岩に で,できておりますこれが実は柳生宗義がここで修行している時に天狗と試合をしたそうなんですそして天狗を一刀のもとにバシャッと切り捨ててそして翌朝こちらに行ってみると天狗の姿はなく巨石が裂けていたっていうんですね。これが 鬼滅の刃の聖地としまして去年はものすごく人気で、えー、たくさんの方がこちらに来られました、えー、そしてねなんとここの前のところに、あのー、スマホで写真を撮る用のスタンドが置いてありまして横にあの剣が置いてあるんですねでですからここに行くと皆さん自分でこう ポーズを取ってそれを写真に撮って変えられますあとはあのコスプレイヤーさんたちもあの鬼滅の刃の格好をしてここら辺ちょっとね撮影したりされていますさあ皆さんここで何か視線感じませんかこちらですあ 天狗がいるんですよ。はいえー、こちらのね一等席の上のところにも登ることができますのでちょっと天狗の、ね、顔もそばで見てきてください、えー、そして続きましてがこのマップのところの、えー、もう一番上のところですねもう矢印しかありませんアタヤ地蔵っていうお地蔵様です。 はい、こちらが頭や地蔵っていうお地蔵様。本当に大きな石のところに、まず最初に阿弥陀如来様が鎌倉時代におられました、えー、これは実はね。柳生街道沿いにある石なんですね、えー、ということで、疫病とかが入ってこないようにという願いを込められて、えー、ここのところ。 掘られたものなんですえそしてその後に室町時代になりまして横に小さなお地蔵様が彫られていますこれが小宝祈願のお地蔵様ということで面白いことにお豆腐をお供えするんです 子供が欲しい人は、えー、お豆腐を奉納しますそしてその願いが叶ったならば、えー、千個の珠珠を奉納するという、ねえー、民間信仰があります今はお珠だけではなくて千葉珠とかも、ねえー、ここにこうあそこかかってますよね、えー、そんだけ赤ちゃん授かったっていうことですね、えー、そしてもう一つなんですが地図は、えー、と左側の下のところに包装地蔵というのがあります こちらもやっぱり大きなお地蔵様なんですけれども1319年に彫られたという名がありますこの「放送」といいますと皆さんあの病気の放送のことをね想像されるかなと思うんですけれども実は放送神という神様がいて。 神様という放送神という悪い神様がいましていろんな悪いことを持ってくるんですね病気だったりとか災いを村に持ってくるということでそれを守ってくださるのが実はこの放送地蔵様なんです。ちょうどここのの、ね、の屋根付きのところの アップで見まますすとこういういいいにお地蔵様がいらっしゃいます今は横のところにねちょっと 1m ぐらいの通れる道ができてるんですが昔は本当このお地蔵様を避けるようにして道通ってたんですねだからこれでもう入ってくるなよっていうね止めてたっていうのが分かります。えー、そしてこのねお地蔵様の歴史的にちょっとすごいものが彫られています。 象徴の特性碑といいまして室町時代の中頃に起こった象徴の土一揆の際に農民側が勝ち取った特性の特性令をなんとここに彫られていますそこにはこの辺の寒兵衛4号といいましてここは春日大社の車両だったんですねそこの農民たちが今までに背負った借金はすべて防引きであるというのをね書かれておりますということでかなり 消えているんですがこういうふうに彫られたもの1428年に掘られたものが現在も残っております、えー、続きましてこちらですね皆様にご紹介いたします、えー、次が家老屋敷ですね、えー、ちょうど野球ロマンの里っていうののすぐ横のところ美しい石垣の絵が描いてあるものっていうのがこちらです こちらなんですけれども柳生家の小山田修礼という国家老さんが引退してからこちらに住まれた場所がこちらになっています。 野球一族の藩主たちは江戸にいますそして国に帰ってきてこの人が藩の財政を立て直していますでなんとこの人なんですが近くにあります八坂神社っていう神社の鏡池という池の水の寒暖によって米相場を予想してそれで財政を立て直したと言われている方なんです。そしてこちちらなんですがちょうど この野球あたりっていうのが野球一族ゆかりのものが次々となくなっていくことに憂いを感じた山岡総八さんが昭和三十九年にこちらを買い取っておられますそして春の坂道の構想を練ったっていうのもこちらなんですね春の坂道と言いますと nhk 大河ドラマにもなっている野球一族のお話ですそして総八さんが亡くなった時にこの建物自体をすべて奈良市に寄贈され いますということで今現在はこちらでは山岡沙八さんのゆかりのものそして柳生家ゆかりのものっていうのはこちらで見ていただくことができます。そしてここからなんですが同じ街道つながりというか道つながりということで今回は山の上の道をご紹介させていただきます。 山延辺の道といいますと今日はもう一つ皆様にね食の散歩道ガイドマップというのを今日はお持ちいたしましたこれをちょっとね中の方を当てて開けていただきますと柳生のところを見ていただくことができます。 柳生、えー、っていいますとちょうど大和盆地の、えー、東の端のところ山裾を縫うように南北に通じる古い道のことです。ちょうど奈良といいますと、えー、上津道中津道下津道が、えー、ちょうど7世紀中頃に作られているんですけれどもそれよりも早い時期にこの山延の,の道っていうのが、えー、もうすでにあったところです。今現在はハイキングコーナー コースとしても親しまれています。こちらなんですが、ちょうどマップを開けていただきますと、一番上の天理駅の近くの磯の神神宮、そして一番下のところの大見話神社までの道というのがだいたい1日かかるかなっていうねハイキングコースになっています。こちらなんですが、ちょうど満湯火器もたくさんあります。三輪山を、しかも隠すか熊田にも。 心荒の各べしやぬかたの大きみの歌、えちょうど、えー、三輪山が見える場所に、えー、この石碑、火碑が建っておりますので、ですから、万葉集が好きな方はこの道を歩いて、えー、その読まれた歌がどういう景色だったのかなっていうのを見ながら歩いていただくのも楽しいかと思います。 そして、耳なし山え、そしてその遠くに見えておりますのが、え向かって右側が葛城山、左側が金剛山が見えております。えー、ここを、ね、こう歩きながらハイキングしていただくの好きな方にも持ってつけだと思います。 えー、そしてお地蔵様がふっと立っていたり、えー、そしてこちらの、ね、マップ見ていただいたら分かりますようにここが今フルーツロードというふうに言われております、えー、柿ですとかみかんがちょうど皆様がお尋ねいただく頃にはね、えー、なってるのではないかなと思いますそしてこの道のところどころにあの無人の販売のスタンドがあります100円で柿がいくつか買える みたいな感じですねあとみかんが買えるあとは季節のお野菜とかあとは花とかっていうのも置いてありますので、えー、のお釣りが出ませんのでね小銭を持って歩いていただけたらと思いますでは一番最初の磯野の神神宮から参ります、えー、こちらの磯野の神神宮っていうところなんですがなんと五歳神が剣なんです 仏の御霊の狼という剣がご祭神になっております。 こちらがちょうど出雲の国譲りの時に春日大社の一伝にもいらっしゃいます鹿島神宮の武三一信信その方が帯びておられた刀っていうのがこちらの,あの御祭神になっているんですでこちらっていいますのがちょうど大和朝廷の武器庫でも,武器庫でもあったということで物部氏の祭祀している神社がこちらになりますこちらなんですけれども こちらがちょうどちょうど下のところにあの真正面見えておりますね。こちらが配電の 国宝ですね国宝の拝殿になりますこれが1081年に白川天皇が宮中の新家殿を移築されたものということでえこちらはなんと天皇の玉体をお守りするというか鎮魂祭が行われるところですもう鎮魂祭と言いますとちょっとレクイエムですか かなとか思うんですが、こちらっていうのは弱っている魂を元気づけるために行われる特さの勘だからというのをこうゆらゆらと振って元気をつけるというものなんだそうです。これがひふみよいつむゆうな,なここのたりっていうふうに言いながらこうブラブラと揺らすそうなんですね。はい。でこちらは。えー 出雲武雄神社っていうのの拝殿がこちらにあります。こちらも国宝なんです。こちらなんですが、このマップで見ていただきますと、その磯野上神宮の次のところにあります、内山永久寺跡っていうところから移築されたものです。この内山永久寺、実はちょっとすごい、 お寺だったんですねえ後醍醐天皇が吉野に行かれる前に身を隠したところっていうのがこちら内山永久寺というところですえそして明治時代になりまして廃仏希釈によって潰されてしまってこちらの拝殿だけが残っていたんですけれどもこちらが大正3年にこちらあの磯の上神宮の方に移されていますちょうど見ていただいたら分かるようにここですね 配電といいましてえちょうど今は中とは通ることはできないんですけれども「目ど」「馬の道」とも書きましてここを、ね、通ることが昔はできたものですね。 そしてその横にありますのがこちらが老門14文化財の老門がありますこちらが1318年に作られたものですねここがなんと山形有友大正と昭和にかけての元老だった方その方の書があって万光雄神というふうに書かれております古いものでも大切なものはその新しさを失わないという意味なんだそうです そしてこちらの神社なんですがこういう感じで御神経といって鶏がたくさん放し飼いにされております。夜になりますと小屋の中に自分たちで帰っていくんですけれどもこれが常用の長鳴き鳥といいまして天照大神が天の岩戸の中に入られた時に闇を払うために泣かせた 鳥と言われております、えー、ちょうどこちらがこの鶏さんがいるということで鶏年鳥年になりますと初詣客がすごく増えるというのがこちらです。さあえー、では続きましてここから真ん中に柳本駅っていうのがあるんですがその近くにあります長覚寺というお寺を紹介させていただきます。 こちらの長学寺というお寺なんですけれども824年に空海が純那天皇の直願によって建立されたお寺になっておりますそして豊臣秀吉に事業を没収されたんですが徳川家康によって事業が与えられて復興されておりますもう一時期っていいますのが48坊あってお坊さんがなんと300名いたんだそうですね現在はお坊さんがお二人です でもね、すごく頑張っておられます。そ、えー、してこちらのね。あのかなりね。あのー。狭くなってるんですが、なんと12000万2千坪の境内があります。で、ここのところにもう花が本当に美しく咲きます。えー、関西花の寺19番にも指定されていて、えー、そしてちょうど一番美しいのが春のえっ、ー、とツツジの頃ですね門からずっと続いていくところがあのツツジのえ生垣になります。 そしてこれから秋でしたら全国紅葉100選にも選ばれているお寺がこちらですそしてこちらなんですがなんと平安時代の小楼門っていうのがありますこれが日本最古の小楼門なんだそうですそしてこちらのお寺創建当時からあった門ということはなんと工房大師様がこの門の下を通っておられるということですよねそういうねあの。 由緒正しいお寺がこちらです、えー、そしてこちらなんですがまた仏像がすごいんですはい、こういう仏像がいらっしゃいます、えー、阿弥陀如来三尊なんですが、えー、こちらが、えー、仏像の、うん、と本とかには必ず登場する仏様なんですね、えー、玉眼っていうのを引きますと、えー、絶対こちらの仏様が出てまいります 浴、えー、岩法が勧入されていた。一九五十一年。これがきっちりわかるお寺なんですね。えー、最初はこちら。このね、あの体内から牧書が出てくる前っていうのは。 派の物資によって鎌倉時代に作られた仏像だっていうふうに思われていたんですね、えー、ですから、まあ、運慶や会慶に影響を受けた人が誰か刻んだのかなっていうふうに思っていましたらば修復の時に体内からなんと任平元年というのが、えー、この3体から出てきたんですね、えー、ちょうどこの仏様っていうのがあの復古帳ではないんですけれども奈良時代のちょっとパンパンとしたあの肉厚な仏様の様式あとはと ちょっと脇地の方が足を垂らしておられるというこの姿が奈良時代のものらしいんですねえということで復古町を意識しながら新しいものにチャレンジしていったということでえこれが実はあの運慶展の時に東京の方に出陣されたそうですその時にはお父さんの後継の作というふうに出てたんだそうですえですからねちょっとすごい仏像がなぜ国宝にならないのかって不思議なんですけれどもこんな仏様いらっしゃい ます。そしてちょうどこちらなんですが、あの加納山楽が書いたと伝わる地獄絵がこちらのお寺にはあります。一年を通してレプリカを見ることができるんですけれども、ちょうどこの消装引天の期間、10月23日から11月30日までは本物の地獄絵が出てまいります。このご住職様に言われるには、もうこれあんまり出したらあかんで。 もううあかんんってて言われてるそうなんですねでもこの期間だけということでもしかするとこれから先っていうのはこれ本物も出なくなるかもしれないので皆さん今がチャンスですということで、えー、こちらなんですが、えー、ちょうど一番上のところに縦横、えー、の裁判図が書かれています。あととは六道ですねか シュラドっていうのが書かれています。あとは八大地獄ですね。えー、地獄っていうのは一つじゃなくって八つの地獄がある。その地獄が書かれています。あとはあの三図の川のね渡り方っていうのも、えー、その人の生きてきた、えー、成績表みたいな感じで変わるっていうのでねあのここ行きましたら私 やっぱり真面目に生きなあかんなっていうふうにね思いました。さあこちらなんですがちょうどこのご開帳の期間の同日祝日の1時からご住職様の絵きが行われますのでねもしよろしかったらこの時に合わせてお出かけいただけたらもうじっくりとあのー、面白いというのは失礼なんですがリズムリズムのあるお話ね聞かせていただけます。えー、そしてこちらからなんですがちょっと とあのー、山の上の道をすれあのー、それてみました。ちょうど柳本駅のばそばに黒塚古墳という古墳がありますえ。なぜ今回古墳を入れたかというと、あの全国的に古墳女子といって古墳が大好きな女性の方がたくさん増えてきておりますので、ちょっと紹介させていただきます。えこちらなんですが、4世紀頃の古墳になります。前方後円墳です。 はいえー、全長が1 3 0ルですごく、ね、美しく周り、集合が回っております、えー、これなんですけれども、実は中近世の頃にころに柳本藩というのがこの辺りを収めておりました、その人たちがここ陣屋として使っていたので、ちょっと修復はされております、えー、そしてこの公園部のところに縦穴式のなんと石室があったんです。 ちょっと皆さん竪穴式石室見たいなって思われましたら横にこういう感じで、ね、展示館の方で見ていただくことができます。 こちらなんですが復元なんですけれどもちょうど下の方ですね下の方っていうのは瓦石丸い石で組み立てられていますそしてその上のところに板石といいまして板のような石をこう合掌式のようにこう積み重ねていっていますということで皆さんよくご存知の石舞台古墳のように天井石っていうのはありませんちょうど積み重ねてるんですね実はこの作りによって で小さな地震でこの遺体紙がバラバラバラっと崩れてきてたんですね。ということでなんとこちらは洞窟を免れた古墳なんです落ちてきてやっぱり途中までは洞窟藩はアタックしたみたいなんですが途中で諦めたみたいです。ということでなんとすごいものが出てまいりましたということで「33面三角縁真珠鏡という鏡が出てまいりました。 こちらなんですけれどもね、これ一個一個見ているとその名前ついている名前がその文様から取ってる名前なんですね。じゃ面白いなあとか言いながら名前自分で勝手に当てながら。 見てていいったりしても面白いと思いますでこれが実は卑弥呼がもらった鏡ではないかというふうにね大騒ぎになったこともありますそして33面こちら三角墓地神獣鏡といいますのは被装者に向けて鏡面ですね模様のない面を向けてなんか葬られてあの入れられていましたそれに対して一つだけこれが門帯神獣鏡っていうんですがこちらが桑わの木管の中に入れられてたんだそうです。 ね、これはなぜかっていうことはね、ちょっとわからない。三本先生に聞いたらわかるかもしれませんね。<laughs> 首折ってなりますね。<laughs> はい、えー、そういうね、このあの面白いものがあるのがこちらになっております。さあ、えー、もう一度山の上の道に戻りますと、長楽寺からはすぐ横にえっ、ー、と安藤山古墳といいます素神天皇陵とか、それから慶光天皇陵そういうのを見てずっと歩いていただくことができます。さあ、そして続きまして で次に皆様にご紹介いたしますのがもうこれが、ね、今、パワースポットとしてめちゃくちゃ脚光を浴びているというのがこちら、室尾にあります流血神社。 っていうところですこちらなんですが境内の中に入りますと杉の巨木がこうわーっと林立しておりますここに行くとなんかこう手をばーっと広げてねパワーをもらいたくなるんですねちょうど今見えております拝殿の前にありますこの太い木がなんと樹齢600年 なんだそうですね。えこれがなんかぐじあのしぐじさんが書いておられたのにここに来てえこの木に耳を当ててあの音を聞いてる人がいるんですよって言われて私も行ってみました。ぐっとっ一緒に行った友達とあの三人でこう耳当てて聞こえる？いや聞こえへん。これ何？とかってまるで聴力検査を受けてるみたいっていう感じで言ってたんですが、後でちょっと調べてみますとあの聴診器を当ててもその 木が水を吸う音っていう音いいいのは聞こえなならしんんですねでなんかシャーって音が聞こえたんですがあれは何だったんだろうってちょっとクエスチョンがつきますまたよろしかったら皆さんも行ってこう耳を当ててもしかしたら素敵な音が聞こえるかもしれません、えー、そしてこちらの神社なんですけれども「日本騎略」っていう、えー、公認9年に書かれました、えー、歴史書の中に「大和の国の室尾流血神社」の「えー 風流血神社に雨を祈ったという記述が書かれていますということですごくあの霊力のある神社というのがこちらの神社になりますそしてもう1つなんですがこちらですね連里の杉というのがあります夫婦杉とも言われているんですけれどもあの夫婦円満それから縁結びのご利益がある家庭流暢のご利益があるというこの木もあります。 えー、そしてこちらに行っていただきましたらもう絶対に頑張って裏の奥の院まで行ってください奥の院に行っていただきますと、えー、その途中 800メートル弱登りますとこちら天の岩戸というのがあります本当に、ね、これも大きな石で天照大神,神がこの中に隠れられたかなというような石がありますそして少し歩いていきますと小さな鳥居がありますそこに立ちますともう水の音が聞こえてまいりますそこから階段を少し下がっていただきますと巨大な一枚岩が現れてきます ここから水がガーッと流れてくるんですね。ちょうどこれ上のところに小さなこの石が見えるんですが、ここの上のところが竜のババというふうに言われます。で、この巨大な一枚岩って言いますのが小雨爆と言って雨を招くってかく爆っていうか水のあの水の しぶきですね。それの字があります。そしてここのところからずっと下の流血のところにこう水がずっと下まで流れていくんですね。この吉祥流血っていうのには一つの伝説があります。元々皆さんご存知の猿沢の池、猿沢の池に龍が住んでいたんですね。そしてちょうどうねめ祭りがもうすぐなんですが、うねめがそこに身を投げた。 うね。めが身を投げて川あの池が汚れてしまったということで、龍神がそこから離れたんです。まず、最初に春日の山の中に入ります。でも、この昔春日の山っていうのはあの長走ですね。鳥の層を行っていたということで、えご遺体を持ってくる人もいたということで、えここも嫌だということで、龍神様飛び立って、そしてこの素晴らしい場所を見つけたというのが吉祥流血になると言われています。 ここの中に流血さんが住んでいるですねはい、えー。そしてもう一つご紹介させていただきます、えー、最後ですね室王寺というお寺が流血神社の横にあります、えー、こちらが山部親王後の関武天皇の病気平用を願って幸福寺の僧の献卿をはじめ、えー、5人の僧が祈祷したところです 神皇の病気が回復したことから桓武天皇の即位した後に勅命によって国家鎮護のお寺となっておりますこの鎧坂という坂を登っていきますと金堂が見えてまいりますこけらぶきの美しいお堂ですそしてこの中にいらっしゃいますのがこういう仏様ですね えー、真ん中の薬師如来様国宝です、えー、すごくねあの黒いお顔をされて黒い体をされていて強そうに見えるんですけれどもちょうど絵ンの部分ですねちょうどあの腰の辺りからの「Y」の字になっているところ、えー、こちらが、えー、実は「連波式」といいまして太い波細い波細い波。 太い細い波細い波細い波を繰り返す、えー、室伯寺ならではの、えー、この文様になっておりますそして後ろのところですね「雲原彩色」によってグラデーションによりまして、えー、先ほど先生のお話に出ました、あのー、空想上の花の放送下、うん、それから、えー、と小さなねお薬師様がこちらにあの書かれております。えー、なんかすごく、あのー、堀じゃないこの絵の いたえっていうのもすごくね味があってねいいかなっていうふうに思いますでこちらがねもともとはあのお薬師様って言われていて途中で村名がお釈迦様に変わっておられます、まあ、その理由としましては、まあ、ちょっといろいろ長くなりますので省略いたしますが、えー、お薬師様だったという証しとしまして一つが十二神将が前に並んでいる、えー、そしてこちらですね、えー、カエル股のところに薬壺が彫られているっていうのがあります。 えー、そしてこちらのお寺といいますのがえー、と日和田吹きのニョイリ観音様がいらっしゃいます観上堂というのがありますもうニョイリン観音様日本三ニョイの一つと言われているんですが後の二つの大阪の観心寺そして西宮観音寺っていうのが秘仏なのでいつでも会えるのはこちらの室王寺です そして50の塔がありますこの五重の塔なんですけれども日本で一番小さな屋外にあります小さな五重塔高さが、16. 1 6 1ルになっていますそしてこちらの塔なんですがなんと平成10年の台風によって大きな被害を受けておりますでも全国の方のご支援によりましてたった2年という短い期間で修復されました。そしててこちら使っている日和田 そし日和田なんですがなんと「無ろの山の中」を使われたということでねむろの愛と皆様の無ろの自然と皆様の愛によって復活した五重塔です。 えー、そしてこちらなんですけれども平成20年あじゃあ2020年に宝物殿というのができました、えー、ちょうどこちらなんですけれどもあの今までちょっと距離があったのすぐ近くで仏様見ていただけます、えー、一番手前にいらっしゃいます釈迦如来坐像国宝なんですがこれは写真家の土門賢が日本一の美男子の仏 といった仏様です。もうすぐそばでね見ていただけます、えー。そして真ん中にいらっしゃいます十一、えー、面観音様。すごくなんか霜ぶくれのような方で優しいお顔、女性的なお顔の仏様です。えー、そして洋楽っていう飾りですね飾り、えー。それとあの宝輪っていうのを首からこうぶら下げておられるんですが、それも当初のものが残っています。 えー、そしてこちらちょうど手前のところにいらっしゃいますお地蔵様なんですがここでお地蔵様の秘密としましてお地蔵様の後背の高さとお地蔵様の背が合ってないと思いませんか。んはいお地蔵様がちょっと背が低くなっていますちょうど真ん中のところのえと、ー、頭が来る部分の少し下に下がってるんですね、えー、これがねちょっとねあのー、なぜかって言いますと実は えー、室伯寺の隣。 にありますね、三本松っていうあの室口大野の隣の三本松っていうところがあるんですがそこに安寺寺というお寺がありますそこのところになんと地蔵菩薩様がいらっしゃるんです一度奈良箔のところでこのお地蔵様2体がご一緒になることがあったんですその時に室伏寺のお地蔵様の後輩の前にこちらのお地蔵様を立ててみるとなんとサイズがぴったりだったというんですね。そしててこちらで合わせてみると え室伯寺のご本尊様と合わせてみますとお顔の感じとかもとってもよく似ておりますえそしてこの、えー、と Y の字のところの,あの文様ですねこれが連覇式っていうのが一緒になっているんですねえですからあのこちらの仏様がどういう理由かでお地蔵様が外に出られてえちょっとは今は離れ離れになっています。 そしてこちらなんですけれども現在はあの中村地区っていう方あの中村の自治会の方がこちらのお地蔵様を守っておられます。こちらが毎月9日そしてちょっと資料の中にねあの空いてる日を書いております。でもそれ以外でもしこちらのお寺も行きたいなっていう方がいらっしゃいましたらこちら配管予約電話していただきますと見て見せていただけますので合わせてあの行っていただけたらなというふうに思います。 でこちらの,、ね、あの安山寺の仏様お地蔵様面白い伝説があります。 大雨の日になんと川上からこのお地蔵様が流れてきたんだそうです。で村の人はこれは大変だということでお地蔵様をお救いしたえそしてお救いして途中で休憩してちょっと疲れたなっていうふうでそこでお地蔵様を下ろしたらその後お地蔵様がピクリとも動かなくなったんだそうです。ということでこちらにお堂を建てて現在もお守りしているというふうに言われております。 えこれねすごいもう早駆け足になってしまいましたが皆様にこの奈良の行っていただきたい場所を紹介させていただきました、えー、そして今日なんですけれども皆様の,あの袋の中にアメちゃんが入っていたと思うんですけれどもこのアメちゃん関西のおばちゃんはカバンの中にアメを必ず入れていてアメちゃん食べるっていうふうに聞,くんですよ、ね、聞かれることないですか ですかということで今日は皆様に雨ちゃんをと思いまして、えー、去年やったときに私が雨ちゃんを持ってきましたら読売新聞社の方今年も持ってきていいよということで、ね、読売新聞社の方手配していただきましたでこちらの雨と言いますのが実はあの奈良町にありますこちら佐藤伝というお店がありますこちらは江戸時代からやっているお店なんですねこちらのお店で米を爆ガで糖化して 古来の伝承を作った帝米飴といいましてこんな器に入っていてあの水飴ですね。 割り箸かなんかでこう巻きつけて食べる飴なんですけれどもえちょうど清水工商さんがもうなかなか今ないいなくてなとわし水飴好きやのにって言われたんだそうですえそしたらうちにあるけどって持っていったらこれめちゃくちゃおいしい商品にしって言われて名前も清水工商さんがみか米飴とつけてくださってこのえっと瀬戸物になっている入れ物のみか米飴っていうのも工商さんの字なんだそうですで。今日はそれをを飴ちゃんの分にしたやつを 皆様にお持ちいたしましたのでどうぞお疲れだと思いますので頬張りながらお帰りください本日はもう長い間ありがとうございましたでは皆様再び奈良へさいなら <laughs> どうもありがとうございました友松さんありがとうございました以上をもちまして焦燥陰天講座 i 東京を終了いたします